皆さんこんにちは、しきです。今日は看護実習で実習指導者さんがなぜ怖いのかというのをテーマにお話ししていきたいと思います。看護実習の中で何が一番大変かなと思った時に、指導者さんとの関係性が一番じゃないかなと思ったんです。実習の指導者さんっていうのは病棟で働いている看護師で、実習で病棟に行く時に学生さんを担当する看護師のことですね。もちろん優しい指導者さんもいるんですが、厳しい指導者さんですともう大変ですよね。私は皆さんに充実した実習をしてほしいっていう思いがあるんです。私自身学生の時に朝病棟の看護師さんにおはようございますと挨拶した時に無視されたことを今でも覚えていて、もう朝から心を砕かれてしまって病棟怖いなと思って怯えていた時もあったんですね。看護師の仕事は命に関わる現場なので、真剣に取り込むことはもちろん大事ですし、患者さんをね担当するのでしっかりと責任を持って行動するということはもちろんすごく大切です。なんですが、指導者さん怖いなって怯えるとか不安になる必要があるのかなっていうのはないですよね。私は皆さんにせっかくね実習にこの病棟に来たので、ここのね病棟で学べてよかったなって思ってもらいたいですし、指導者さん怖いな、どうしたらいいんだろうとこもやもや考える時間よりも、患者さんにね向き合う時間をより多く大切にしてもらえたらと思うので、今日はこの動画を撮ってみることにしました。前置き長いですね、ごめんなさい。いろいろ伝えたいことがあって、私が看護学生さんの皆さんにね伝えたいことは、学生だからできることが限られてるっていうのはいつもご相談いただくんですけど、むしろ看護学生さんじゃないとできない患者さんの関わりって絶対あると私は思っているんですね。なので自信を持って実習に臨んでほしいんです。患者さん一人とねじっくり時間をかけて関わることができるっていうのはもう実は看護実習だけ。働き始めると患者さんをね何人も担当しますし、あとやることもね結構多いので、なかなかねデイルームでじっくり患者さんとお話しするというのは難しいんです。だからこそ学生さんとお話しする時間っていうのはすごくね患者さんも喜んでいます。少しでもね実習の指導者さんへのねストレスが減るように、今回はねなぜ怖いのかズバリお答えして、どうやったら怖い指導者さんでもメンタル的に楽になるのかなというコツをお伝えしたいと思います。今日の動画が少しでも実習に挑む皆さんの心の支えになると嬉しいです。それでは長くなりましたが本編スタートです。なぜ怖い指導者さんがいるのか、それは指導が厳しくが基本という考えの方がいるからなんですね。怖い指導者さんの怖いって何かなっていうのを自分の経験からこう考えてみたんですけど、言い方が強いというのが怖く感じる要素なんじゃないかなって思うんですね。話しかけた時に何って言われたりとか、報告終わりましたという気持ちでいたらでって言われたりとか、一生懸命ね今日これやりますって報告したところそれ必要と言われたり、辛いですよね。私まずそれが謎すぎて、自分がね実習でこう辛いなとか怖いなっていう経験をしたんであれば、自分がね指導者さんになったらそれをしないぞとか、こうそういう方向に行くんじゃないかなって私は思うんです。なので働き始めて学生さんって厳しいなという先輩がいたので、思い切って聞いてみたんですよ。学生さんへの声掛けすごく怖いですよって言ったんです。そしたら先輩の返事は、でもさそうしないと舐められるよ、強く言わないと何も勉強してこないよ、逆にしきさんの指導の方が生ぬるくて許せない、こう言われてびっくりしました。もう話してる内容を聞いてると、もう指導は厳しくが基本っていうもう考えを持ってるんですよね。指導する時には強めの言い方の方が効果があると思っているんです。そこでまたいろいろ話を聞いてみると、自分がね学生の時に厳しい指導が当たり前だった、だから指導ってこういうものなんだよねって思っているのが、なぜ怖い実習指導者さんがいるのかっていう一つの答えなんじゃないかなって気づきました。でも私にとってはその学生に舐められるってよくわからないですし、もしかしたらねその指導者さん、怖い指導者さんは厳しい指導しか今までされてこなかったから、これがもうイコール教える方法だと思っているのかなって
って思うんですよ。言葉は優しくても伝わるものだとこう思いますよと伝えてみても、これだと効果がないと言われてしまうので、どうしたら考えを変えられるのかなっていうのは、私もまだ答えが見つけられてない状態です。もちろん優しい指導者さんもいますよ、いるんですけども、どうしてもね、そういう指導者さんに当たってしまう可能性はあるので、そういう指導者さんが担当になったらどういう気持ちでいたらいいのか、メンタル的に楽になるコツをお伝えしたいと思います。まず一つ目はですね、心の距離を置くこと。私も経験があるんですけど、朝怖い指導者さんが担当だと分かると、ああもう今日終わった、何言われるんだろうと思って、でその指導者さんで頭がいっぱいになってしまうと、もう何か言われた時もその言葉などにダメージを直で受けやすいんですよ。もしね、この人ちょっと怖いなと思ったとしても、距離を置いて、そうか、この人は厳しい指導が基本だと思ってるんだなと、こう一歩引いて捉えてみることをお勧めします。そういう言い方の人なんだっていう風に自分とこう一線を引いた方が、冷静に言葉を受け止められるっていうことを伝えたかったんですよ。あとね、仕事がすごく忙しくて、それで余裕がなくなると言葉足らずになる方もいらっしゃいますので、余裕がないのかな、だからちょっと言葉が冷たいのかなと、遠くから見ると心の距離ができると少しね、自分が冷静になれるということがあるので、ぜひねやってみてください。2つ目は、バイタルを報告するときは自分がどう考えたかまで伝える。これがおすすめです。報告しているときに、体温何度、血圧これ、脈拍これ、酸素飽和度これ、患者さん問題ないですって報告して、でとか、問題がないと判断した根拠はと聞かれがち。ぶっちゃけますと、看護学生さんが担当している患者さんというのは、比較的状態が落ち着いている患者さんであったり、退院間近の患者さんを担当することが多いんですね。なのでですね、バイタルで問題がないというのは、まあそうだろうなというのが私の印象です。ただね、看護の視点としては、なぜ問題ないと判断したのかっていうのがすごく大事なんですね。例えば問題ないだけではなくて、カルテではね、過去のバイタルの値が見れるので、過去のね血圧と比較しても大きく変化がないので、問題ないですと伝えたり、あとね、もし前日に発熱があった場合は、今は発熱はないけれども、これから発熱の可能性もあるかもしれないので、引き続き観察していきたいと思いますとプラスしたり、あとね、血圧の薬などね、そのバイタルに影響する薬を飲んでいる患者さんもいらっしゃるので、朝ちゃんとね、血圧を下げるお薬を飲んでいて、これぐらいに保たれていますので問題ないですなど、こう問題がないにちょっと加えると、あ、ちゃんとね問題がないって判断したんだなっていうアピールができるので、今のフレーズおすすめなので、ぜひ使ってみてください。それでもね、どうしてもやっぱり突っ込まれることはあるんですよ。でも突っ込まれること自体には落ち込まなくて大丈夫です。指摘されたらね、あ、この知識を知っていればより良い看護ができるんだなと、こう前向きに捉えられるといいのかなと思います。いや、うまく伝えられましたかね。大丈夫でしたか。もしわからないことがあったら、ぜひコメントで教えてください。今日の動画はね、どうしても看護実習は大変なので、少しでもね本当に心が楽になるようなことをお届けできたらと思って、動画にしてみました。看護実習を乗り越えられるよう、看護学生の皆さんを全力で応援しています。それでは今日の動画は以上となります。この動画が良かったよと思ってくれた方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。